はいどうもみなさん、こんにちは、ゆきです。さあ、今日もですね、ビットコイン、インスタリアム、リップルとサメからチャート分析していきますので、ぜひ最後まで気軽にお付き合いいただけたらな、というところではございますが、本日がですね、10月の18日、火曜日、時間がですね、午前11時、ジャスティというところで今日の動画を撮影しております、ね。今日皆さんに元気と勇気をお届けしてまいりますよ。パワーということで、僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立つ情報を日々,日々配信しております、ね。今日の動画を見て、参考になったな、ためになったな、面白かったな、なんて思っていただいた、そこのあなた、ぜひですね、チャンネルと ボタンそして高評価ボタン、えー、あとはですね、ベルマーク通知をオンにして、チャンネルそして動画の応援をぜひぜひよろしくお願いいたしますよということで、早速始めていきますが、いつも通りですが、えー、僕のおすすめしている仮想通貨の取引,取引所、バイビットがですね、えー、ただいま、えー、現物のペア、えー、取引手数料全部無料ということでね、大きなキャンペーン中でございます。1000万人利用者記念、えー、突破記念ですね、えー、ということでキャンペーンを打っておりますので、えー、ぜひこの機会にですね、大きくね、よく、あの、 仮想通貨の現物回してるんだよみたいな方はですね、バイビットを使ってみてはいかがでしょうか動画の概要欄一番上にバイビットの講座解説の URL、えー、つけておりますそちらから講座の方解説してみてください。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、早速今日も始めていきますが、えー、本日の、えー、動画、そして僕の朝一のレイコー、アイスコーヒーですね、レイコー、えー、の提供はですね、プレゼンテッドバイ、サートちゃん。 でございましたいつもありがとうございます。はい、ということで、えー、今日もね、やっていくんですが、えー、昨日はですね、もう完全に、もうチャートから何も感じない、<laughs> もう勇気不感症ということでですね、何も感じないがゆえの、えー、チャート分析もしないお昼のライブ配信、えー、チャートは出してたものの、ほぼ触れてないというね、えー、奇跡のライブ配信を、えー、お送りしたわけなんですけれども。 まあけど、それはそれだ、それはそれでですね、あの、ファニーちゃんたちには、あの、大変好評の好評いただいているので、まあいいんですが、あやっぱりね、予想通りですね、えー、チャンネル登録者数が減りました。<laughs> ありがとうございます。ね、やっぱりね、あの言うてもやっぱチャート分析する、えー、動画と、えーな、チャンネルとなっておりますので、チャート分析はしていかなあかんねやなと。 <laughs> 思いましたがまあもうある意味僕の中でこれいつ置いてるけどまあふるいにかけてる感じねああでそれはそれでいいかなと思ってます僕の好きな人だけねチャンネル見てくれる、えー、世界線で僕はいいのであの僕の僕のしゃべりが好きやなとかね、えー、僕のねべしゃりトークが面白くていいなって思ってくれてる方だけチャンネル登録してみてくれたらいいかなと思いますはいということでまあ早速ですねまあ今日もねちょっとツイターで朝からねあの僕の気にしいの悪い癖が出ましたがまあちょっと気を取り直して ねえ、あの、ロンさんにもね、優しいお言葉いただいたので、えー、ぜひですね、皆さん、あの、僕の、えー、ツイッターのお友達、ロングロングポチーさんのね、えー、両立やってみたいけど、ちょっとやり方分からへんわっていう方はですね、あの、ノート書いてくださっているので、ぜひ、ロン、ロンさんの、えノートもね、えー、見てみてください。すごくいい内容なので。はい。ということで、えー、早速ですね、始めていくんですけれども、ま、あ気を取り直してね、始めていくんですけれども、まずはビットコインから、えいきましょうかね。はい。で、ビットコイン、ま、あ正直、あの、 感じなかったんですよ。何もこうチャートパターンがこう。綺麗に当てはまってるわけでもなしま。あ要は僕の得意なパターンではなかったってことですね。はい、ただまあ今も現状そうなんですが、まあ、ある意味ね。ここが多分ね。経済指標とかでね。あの下振りがあったんですよ。 これがね僕の中ではすごいノイズなんですよね。これを、まあ、ある程度こう、まあ、あの拡大解釈というか、まあ、見ないような形でチャート分析する分には、まあ、チ,ャート分チャートパターンもしっかりと当てはまってくるんで、まあ、そこで一旦あのやっていこうかなというふうに思ってます。はい、でただよこれはもう確実何、まあ、て言うかな拡大解釈するわけじゃなくてもう直面的に見えてる部分っていうのを伝えておくと今現状 ちょっとね、えー、っと、前、えー、1週間、2週間前とかかな、それこそまあ1ヶ月前とかの話になると思うんですけど、まあ、やっぱりね、4時間しても 25EMA っていうのがね、めちゃくちゃ意識されてる時があったんです。 はい、25EMA っていうところがまあ要はの下をずっと行き来している状況下を推移している状況だったんですなので、まあ、弱い状況っていうのが、えーまあ、強く見られたんですけども弱い状況を強く見られていたっていう言葉がすごい難しいかもしれない弱く見られていたんですけど <laughs> 日本語って難しいなはいあのなんですけど今現状かなりね 25EMA に注目するとめちゃくちゃ難聴な状況に見えるんですたただあの、ね、ステージが1で上が上ったとも取れるっていう というところをお伝えしておきたいんですが今意識されているポイントがもう完全に四時間足の 200EMA ですねここもそうですねえー、ちょっとは抜けてるんですがまあ確実に意識されているような状況でこのダブルトップを作った時のネックラインになっているのも 200EMA なんですよね要は1回耐えたんですよ 200EMA でただそれをまだ維持できるほどの力はなかったという形で下抜けてすっぽ抜けた形から再度 200EMA トライするけど同じぐらいの、えー、抜け感で、えー、再度落とされているとで今もう1回トライしに来てるんですよね まあ実際、まあ,あの、レジスタンスというならば3回目というところです。はい。なので、まあ、このあたりがすごく重要なポイントになってくるのかなと。まあ、これね、昨日のチャート、えっ、ー、とライブ、ライブ配信の、えー、まあ、要は、ほぼ触れてない中でのチャート分析で言ったんですが、まあ、やっぱり195の上抜けっていうところが、まあ、重要になってくるんじゃなかろうかっていうところは触れたんですが、まあ、その通りかなというふうに思ってます。で、えー、195を抜けることによって、えー、4時間シート200イ、e、エ目の上抜けも発生してくると。で、プラスですね、 この直近の赤のチャンネルねこの上向きに流れてる赤のチャンネルの今加減の裏タッチでも抵抗されているような形なのでまあ赤チャンネルの中に回帰という部分ですねはいでやっぱ一応ね最終防衛ラインとしてはこの今のね直近の白のチャンネルが見えてると思うんですがここねこの白のチャンネルえっ、ー、と下はね3点効いてるんです 3点効いてる白のチャンネルの上限いっぱいっていうところもあるのでまあ一応ね19,500っていうところを注目ポイントここ上抜けてくるんであれば、えー、ここをね一旦切り取って考えるとまあやっぱりねざっくりダブルボトムという形ですね。 のネックラインの上抜けっていうところも関わってくるのでうーんとね195から198まではまあ期待ポイントって感じかなあ上に行きそうだなっていうところただこのチャンネルの上限とかで抵抗されて再度落とされるのであればもう一回ねそこ、えー、を掘ってくる要は190とか。 ねえー、この辺り188とか、まあ、この辺りを掘ってくる可能性もあるかなってとは思ってるんですけど、まあ、今現状ですねこのチャンネルの上に、えー、トライしてくるような形には見えるかなというところですね、はい、でこの上を抜けてくるんであればやっぱり205までは余裕で見れてくると、はい、でこの205っていうところが今現状大きく見たこの赤のゾーンのレンジですね今僕が見てるところはね この赤のゾーンのレンジを見てるので、えー、そこから赤のレ,、えー、レンジの赤のゾーンのレンジの上限いっぱいまで、えー、トライするような形になってくると。 はい、いう形ですねでそこも抜けてくるようであればまあえっ、ー、と紆余曲折もありながらが、えー、22,500までは、えー、上値落ちが出てくるような形に見えるのでまあだいぶ上は明るくなってくるのかなと上値が軽くなってくるような形にはなるのかなと思ってますまあそのきっかけが2万500というふうに僕は考えておりますので、まあ、この上抜けからはかなりね、えー、期待はしていただきたいなというところですね、はい、ただまあ1万9,500っていうところが直近のね、えー、抵抗体にはなってますのでまあ195ここの上抜けっていうところは、えー、205のトライ をもらええる形で考えておけばいいいいいんじゃないかなかというとうころでございます、はい、ただ、えー、さっきも言った通りこのね 200EMA4 時間足の 200EMA そして黄色のゾーンですね、まあ、要はゾーン中央って感じですね赤のゾーンの、えー、中央ラインの195この辺りで抵抗されるんであればやっぱり再度ね、えー、よいしょ18,800ぐらいとかねこの辺りを、えー、深掘りしに来た上で再度、えー、上を狙えるのか最終この赤のゾーンの下ですね えー、185を割って、えー、続落するのか、えー、っていうところに差し当たってくるんじゃないかなっていうふうに見てるので、まあ、この辺りはね参考にしながら皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけるといいんじゃないかなと思います。はいとりあえず僕の中では今、えー、ロングを取るのであれば200 m エ195ここの上抜けからの、えー、ブレイクを狙っていくのと、えー、プラス、えー、裏タッチングロペースのパンパスいは狙っていきたいなというところですね。 この一九五上抜けからの二百 EMA の次のサポートは拾いたい。ただ直近の高値は一旦警戒はしつつ、えー、再度二マル五までがターゲット。 で、205を上抜けるんであれば、えー、多少ロットは軽くしつつも、えー、225まで、えー、は最終的に、えー、達成できるような、えー、上値落ちっていうのが出てきますので、まあ、それの途中のレジスタンスライン、レジスタンスラインは、しっかりと利確を検討しながら、えー、部分的に利確を挟みながら、えー、上を目指していくっていうのが、まあ、一応今のところはベターじゃないかなというところですね。ただ、えー、とショータの方も安心してください。今どっちかっていうと、200EM に抵抗される方が、まあ、見え方としては強いというか、背が近いので、どっちかっていうと、ショートで一旦、えー、短期的なショートを挟 で、えー、次の上へのパターンっていうのが確定するまで、えー、ロングはまあ、ある意味両立て的な形でまあ、すぐに切れるような形を作りながらね、えー、お試しロングみたいな感じで、えー、取れるとこは取りつつっていう感じがいいんじゃないかなと思います。はいただショートに関しては185割れからはかなり大きな下落っていうのが想定されますからまあ一応ですね、えーこの えー、ここからここを背にね200円目を背にショート195を、えー、背にショートと考えるのであれば一旦ですね、えー、最終ターゲットというか一旦の、えー、強いターゲットは、えー、185までのターゲットにして途中途中のサポートラインは利確検討と。はい、でポジションは軽くなったものの185抜けてくるんやったらまあ再度売り増しをするかね一旦っ、えー、全部決済してしまって。 抜けた後の戻ってきたところ裏立ちを、えー、戻り売りしていくかっていうところになってくると思うんですけど、まあ、この辺りはね戦略の部分になってくると思うので皆さんの、えー、マイルールに従いながらね、えー、トレードしていただければいいんじゃないかなというところでございますはい、まあ、ビットコインのところそんなところですね、まあ、今上期待できるのであればこのざっくりざっくりダブルボトムダブですね、えー、ダブルボトムが決まれば えー、上ののきっっかかけけていいうのが得られるんじゃないかなとまあけどこの幅のねダブルボトムなんでもしかすると205はねエスコーンと抜けてくる可能性もありますね。まあ一応そのダブルボトムのセオリーっていうところで考えればの話ね。よいしょ。ダブルボトムを こっから、ここは見ないんでね、今見ないことにしといて、えー、こういう形ね、これをダブルボトムと想定するのであれば、この幅分ね、ねクラインから上に抜けてきますから、そうなってくると、まあ、ターゲットはまあ2万千ぐらいまでは、えー、上に落ちとしては出れるのかなと。まあ要は、このダブルボトムを、えー、根拠に、えー、ロングをする場合は2万千までのターゲット。ただ、205の途中の、えー、分岐点っていうのは、しっかりと、えー、理科検討はお勧すすめしたいなというところでございますよという感じですね。このあたりで、えー、考えてもらえるといいんじゃないかなと思います。ほい では続きましてがイーサリアムでここからイーサリアムとリップルいくんですがちょっとね真逆のことを言わざるを得なくなってきてるんでまあそこはちょっとねあのまあチャートを素直に見るとっていうところなんで仕方ない部分ではあるんですがイーサリアムなんですけど今ざっくりね見ていくとビットコインと同じくここがねあの経済指標絡みのえー、と行き来なんですよねだここをまあえー、と抜け分を見ないか形にするとビットコインと同じく、えー、ダブルボトムが見えてくると そうなってきた場合はネックラインに今差し当たってるんですが、ネックラインが1340ですね。ここを上抜けてくるんであればえ、1400ってところをトライしにくる形にはなるんじゃないかなと思います。で、ビットコインと同じく、このダブルボトムを根拠にえトレードするのであれば、ネックライン上抜け後もね、するのであれば、この幅分が、えー、上にね、伸びてくる可能性があるので、まあちょうどいいぐらいかな。 うん、1,400ちょいぐらい、1 4 20とかそのあたりがターゲットになるようなロングは、えー、広いんじゃないかなと思ってますので、このあたりはロングの方、えー、ロング勢の方は参考にしてください,、はい。で、ショートの方も安心してください。ここに関しては、えー、僕はどっちかっていうと、イーサリアムは下に抜けそうなチャートにも見えてます。それなんでかっていうと、黄色で見てほしいんですけど、黄色。水平線じゃなくて、えー、とーこれ消した方が早いな。これ一応一回消そうな。 これも結構大事なんやねんけどちょっと一回ラインが、ね、あの色がめんどくさいねあの消しますはい黄色で見てください黄色黄色でざっくり見ていくとえー今高値切り下げてますねで大体二百五十六十ぐらいこの辺りねいあの下入り出てるものの 実体験とかでは一定にね、保たれてるわけですね。水平線が引ける、水平ゾーンが引けるような状況になってます。そう考えると、いつも僕が言っている、えー、ディセンディングトライアングルですね。ディセトラってやつ、えー、に見えてきますよね。ってことは、まあ、セオリー上、まあ、下に抜けやすい形というふうに言われておりますので、下の方が強そうに見えるっていう部分ですね。はい。ただまあ、今現状、上へ上,上げれるチャートパターンのダブルボトム、ダブボーと。 ねえー、ディセンディングトライアングル下に抜けそうな、えー、形であるディセトラっていう形に、えー、まあ要は均衡してる形になるのでまあ基本的にはやっぱり、えー、とそのチャートが成立した方向についていくっていう方がいいかなと思いますただ、えー、これね最近のまあこれはもう僕の経験上の話になってくるけど、えー、チャート分析 としてね、<laughs> 経験上んしになってくるけど、最近でいくとディセトラは大体否定する形っていうのが出てきやすくなってるので、それで考えても、やっぱりこのダブルボトムの方が若干、まあ有利なのかなと思ってます、今現状ね。まあ、ただそれも結果を見てからじゃないと分からないので、今現状もうセがで、えー、ショートの方が近いような状況やから、こそ、えー、ロングはちょっと一旦ね、あお待ちください。はい。えー、1340というところを上抜けてからのブレイクを狙っていくか、はたまた、えー、この、 えー、高値の切り下げラインの、えー、裏タッチもしくは水平のね要はネックラインにある1 3 4、えー、1 3 4 0この辺りの裏タッチを狙っていってロングで1400までのターゲットという感じで見ておいてもらうのが、えー、ベターかなというふうに思いますのでロングの方は少し待ちかなと。 はい、ショートの方は今現状ねこの134っていうネックラインを背にしてショートで、えー、一旦のターゲットは途中ねちょっとねサポートラインがあるんで1300っていうところは一旦サポートライン確認するけど、えー、1250ぐらいまでのショートっていうのは、えー、取れるかなと思うのでね、えー、リスクリワード的に考えてここを背に、えー、1250までのショートは一つありかなと今現状ね直近はありかなというふうに考えておりますはいなのでこの辺りをちょっと参考にしながらここからね横横のパターンでいくのであればこういった形でレンジを組んでくる可能性も全然あるのでまだねうん なので、ま、あ1250っていうとこ終わってくると、もう一段大きくドーンと下がってくる可能性があるので、ま、あショーターの方はウキウキするようなチャートになると思うし、で、逆に、えー、1340、えー、今のネックラインですね。そこを上抜けるのであれば、一時的な上昇っていうのは一つあり。ただ、14、えー、2ぐらいかな。このあたりは抵抗体になり得ると思ってるので、ここはちょっと一旦、えー、ケアはしといてください。そこを上抜けてくると、ざっくりね、えー、1800ぐらいまで、かな、うん。ざっくりやで。 その,その途中途中にレジスタンスラインはあん,あんねんけど最終直近の高値ぐらいまで目指せるとするのであれば1800ぐらい、えー、までの上値落ちっていうのが出てくる可能性があるのでこの辺りはぜひですね、えー、参考にしながら、えー、皆さんのシナリオ作りに分け立っていただけるといいんじゃないかなというところでございますはいなので今現状、まあ、ざっもうこれはもうえっ、ー、と要約するよ要約すると、えー、ネックラインがだえー 1340のダブルボトムを今注目しているとただその上にディセンディングトライアングルっていうところがあるのでディセンディングトライアングルが決まると基本的にはその流れに沿って動いていくんだよというところを今上下ともに見ておりますので、まあ、この辺りをね参考にしながら皆さんのシナリオに組み込んでもらえるといいんじゃないかなというところで僕は考えております。ほい では続きましてが、えー、リップルちゃんいきましょう。これが最後ですね。リップル最後。で、リップルに関しては、さっきね、真逆のことを言うよって言ったんやけど、これね、4時間してみると、今度はね、赤のね、ゾーンを見てほしい。赤。赤のトレンドライン。赤のラインを見てほしいんですけど、そうなると、今度ね、ここが上限。で、リップルに関しては、安値切り上げてるやん。全くもって真逆やろ。全くもって真逆。で、ただ、サイズ感が違う。 えー、リップルの方が圧倒的にアセトラの、えー、サイズ感はでかい。えー、っと、イーサリアムの方がディセンディングトライアングルやけどサイズ感はちっちゃいので、まあ規模感的に行くとリップルの方が大きく上には出てきそうだなっていう感覚。ただ、さっきも言った通り、これね、最近ね、アセトラ、ディセトラっていうのが大体否定型で,で出てくるので、まあ逆に言うとリップルは怖い部分ではあるんですが、まあ一応ですね、この高値の切り下げ、えー、安値の切り上げラインね、ここ終わってくると、一旦0.44、えー、とかね。 0.44, 0.42、えー、ぐらいですね。このあたりを試しに来るんだなっていう感じで見ておいてください。はい。ここで跳ねてくれるんやったら、えー、結果的にこのダブルボトムっていうのが、まあ、生きてくると思うので、そうなってくるとネックラインが0.5とかになってね。えー、0.5から0.44ま、ね、まあ0.6ドル幅ぐらい。0.6じゃない、0.06ドル幅ぐらいの上値落ちっていうのが出てくるかなと思うので、ここはちょっと期待はしたいよね。はい。ただ、えーと、このまま上がってきたにしても、えー、ディセトラの上限ぐらいまでの、えー、上値落ちは十分あるので、 えー、それが、ね、0.55、ね、までの上の余地はあるので今ちょうどねトレ,、えー、トレンドラインの、えー、に近接している状況ですからトレンドライン割れたら損切りをするような形で、えー、考えていくロングっていうのは一つありかなと思います。はい これに関しては、えー、全く真、ままあ、逆よね。さっきイーサリ i ムで言ったら、ショートは一つ、今現状ね、背が近いからありかなっていう話をしたけど、リップルで見ると、えー、サポートラインの方が近いから、どっちかっていうと、えー、ロングの方が打ちやすい。まあ、ある意味、こう、リップルとイーサリアムで両立てするみたいな感じかな、<laughs> になるんかな。ねえか、の感じで見ておくと、まあ、基本的に仮想通貨で相関するんですけど、特に今、ビットコインとイーサリアムのチャートのね、形状を見てもらったらわかるんですけど、ほぼ一緒。ただ、リップルだけは、あのー、 特徴的なというか、独特な動き方をしているので、まあ、ある意味、こう、ビットコインとイーサリアムは、ちょっとね、あの相関しながら見とくけど、リップルに関しては、まあ、逆相関とは言わんけど、あのー、リップル独自の見方をしててもいいんじゃないかなっていうチャートパターンには見えます。はい。で、今現状ですね、えー、さっきも言った通り、ディセトラ、えー、ごめんなさい、アセンディングトライアングル、真逆ね、えー、上へ抜けやすいアセトラの、えー、加減いっぱいですから、どっちかというとロング。で、えー、一旦、直近の高値は警戒しないといけないので、0.51ぐらいかな。 細かく言うと0.508ね0.1約0.10.510.508、えーえーえー、この辺りをターゲットに一旦、えーおえー、据えておいてもらってそこを上抜けてくるんあれば、えー、アセトラの上限いっぱい0.5を試しにくるような形でここに関しては3点目ですから。 ここで上抜けるんやったらきれいにねリセトラあアセトラ成立っていう形で大きく上に伸びてくる可能性があるからロングは部分利確にしてストップ上げとくみたいな作戦の方がもしかしたらいいかもしれないね、うん、ここに関しては、まあ、僕は僕やったらそうするかなっていう感じです、はい、ただまあ上限いっぱいで抵抗される可能性がありますからしっかりとね、あのー、利益は確保した状況っていうのを作った上で、えー、上を目指すっていうのは忘れずにしておいてください、はい ただ、この安値の切り上げラインっていうのを抜けてくると、一旦0.44っていうところを試しにくる。そうなってくると、これもだいぶ、えっ、ー、と、先週ぐらいから言って、言ってたかなと思うんだけど、この3ゾーンですね。この3ゾーンが決まる形になってくるので、やっぱり一旦ね、0.32とか、まあ0.3付近まで試しにくるような形になると思うので、そこに関してはしっかりと、えー、警戒はしておくべきかなというところでございます。なので、まあここはもう正直ね、ショート取ってもいいと思うんだけど、まあ警戒区域と思っててもいいかな。 ここでねあの、このあたり試さず、もしくはこのね、4時間足の 200EMA とかをサポートに回して上がってくるのであれば、基本的にはこの0.44届かずにねあの、ダブルボトムを、えー、意識する形にもなってくると思うし、ショートを取るってなるとかなり値幅が狭くなっちゃうので、あのリスクがちょっとグッと上がってくるかなと思います。なにショートを取るというよりは、どっちかというと、あ落ちそうやけど、ね、ダブルボトム 200EMA のサポートがあるから、ちょっと一旦待ちやなぐらいの感じで考えておいてもらうと。 いいいかなと思います、はい、で0.44割ってからは、えー、一旦、えー、大きく下目線に切り替えていくとまあ切り替えポイントですね0.44がねはいこんな感じでリップルに関しては見といてもらえるといいんじゃないかなというところでございますはいなので、えっと、リップルに関してはアセトラ期待、えー、上に抜けてくるのが期待でなおかつまあ一応ね あのー、ビットコインイーサリアムがざっくりダブルボトムざっくりダブルボトムをちょっと期待はしたいので、えー、その流れに、まあ、ある程度んと、ね、完全に相関はしてないものの一応方向性としては弱いなりについていってる感じがするのでリップルに関してもねなので、まあえー、ビットコインイーサリアムが上に上がるのであれば、えー、リップルも同じくね、えー、アセトラを成立させにくるんではないかなというふうに見ておりますので、まあ、あ,のある程度ビットコインとイーサリアムの動きも見つつ、ね、逆にリップルがガツッと下がってくるんやったら多少なりともやっぱりね 同じ仮想通貨界隈なのでねあの相、ー、関してね、えー、動いてくる可能性もあるのでその辺りはしっかりと、えー、下へのパターンっていうのもビットコインインサリアムに落とし込んでいくみたいな感じで考えておいてもらえるとうまーく、えー、融合した形でね、えー、チャート分析できるんじゃないかなという風に思いますの、ね、でこの辺りは是非ですね、えー、参考にしてえび、ー、さんのシナリオ作りにお役立てくださいほいということで、ね、今日は以上で終わりたいと思いますまだまだちょっとねチャートのね形状的にも難しいチャート分析するにも僕の えー、得意な、えーまあ、現状部分ではないので、まあ、多少こう僕も探り探りではあるものの、まあ、できる限り皆さんにねあの僕の今見ている部分というのはお伝えしながらやっていこうかなというふうに思いますので、えー、ぜひですね、えー、今日の動画が参考になったな、ためになったな、面白かったななんて思っていただいた方はですね、えー、チャンネル登録ボタンと、えー、高評価ボタン、グッドボタン、えー、あとはベルマーク通知をオンにしてチャンネルそして動画の応援をよろしくお願いいたします。あとはですね、えー、僕のおすすめしている仮想通貨のドリニアのバイビットは、えー、ただいまですね、大きなキャンペーン中でございます。現物の 取引のの手手数数料料料料ですすすねててて無無ととななななっおりりまま現物ペアかき金額にる思いどん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 動かしていくとね回せば回すほどその手数料の重みっていうのが多分分かるかなと思うんですけどまあそのあたりがねかなり負担としては楽になりますのでぜひこの機会にバイビット使ってみてはいかがでしょうかバイビットの講座解説してみたいなと思っていただいた方は動画の概要欄の一番上バイビットの講座解説のら言われるリンクから講座の方解説してみてくださいはいということで今日は以上で終わりたいと思います また明日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録。そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー